レミー・ゲンヤスキーが4年ぶりの王座に返り咲くのか、それとも真の世代交代へ、この元チャンピオンを下して重き扉をこじ開けるか、バダハリ。慎重な立ち上がりになっています。パワーではねレミー・ボンヤスキー、はい、ですよね。スピードでバダハリ、でディフェンスではやっぱりレミーが上手いですから、どうやってこのねレミーのガードをバダがくぐれるかですよね。去年準々決勝でこの対戦がありました。その時は2対0という僅差の判定でレミー・ボンヤスキーがこのバダハリを下しています。ただ雅人さん、はい、非常にですね、高いボンヤスキーの、そうですね、戦い方にバダハリは対応できなかった。そうですね、はい。まあ、今の展開だとまず今左ジャブ出したんですけど、こうやってまず左のジャブをどんどん出していった方がいいと思います。あ、そうですか。今のミドルもいいです。あ、それから右、そしてローまで持ってきた。あ、いいですね。今みたいな感じですか、雅人さん。そうですね、はい。あと僕はですね、さっきの試合でですね、レミは結構ローキック蹴られてたんで、あ、そうでしたね、その足はちょっと痛めてると思うんですよね。さっきは相当薄いですからね、その辺のダメージはどうか。それほど長いインターバルは置かれていません。三宅さん、はい、レミサイドはまずガード、この言葉です。なるほど、ね、そしてローキックから組み立てろ、この指示です。はい、やはり前回と雅人さん同じような考え方ですね。レミは今ローキック狙ってますよ、はい、距離縮めて。さあ、一茂さん、はい、非常に静かな立ち上がりで不気味なんですが、そう、最初のタイムアウトローキックを返したボンヤスキー、どんなこれ展開になりますかね。まあ、本当に1の立ちが入るとその後10の立ちぐらいまで入りますよね、お互い ね。非常にスピードが、左利きだ、ダウンだ、ダウンだ、ボンヤスキー、ダウンだった。ワンじゃないワンじゃないでしょ。左のカウンター、左ですね、まあ、ただこれはそれほど大きなダメージは上から効いてますよ、まあ、ダメージありますよ、ありますか、上からフリオブロス、ね、フックですよね、はい、レディがよく使う。さあ、ボンヤスキーが4年ぶりの王座へランを一度奪いました。この決勝戦は3ノックダウンシステムです。3回のダウンでノックアウト勝利。まだバダハリにはチャンスはあります。ダメージあるんじゃないですかね。どうですかね、ちょっと動きを見てみましょう。いや、しかしながらやはり今日のボンヤスキーは早いですね、スピードありますね、はい、それとね、ダウンを奪っても指示変わりませんね、慌てるな、ガードからロー、変わりません。長坂アナウンサーからのリポートですが、やはりこのガードを崩したときにバダハリのパンチが飛んでくる、そんな思いがあるんでしょう。おっと、ボディから右ノック飛び込んでいくか、プレッシャーをかけていくバダハリ、ここで追い上がりました。しかし第1ラウンド、レミー・ボンヤスキーがダウンを奪っています。いやー、さあ、のりかさん、はい、レミー・ボンヤスキーのこの左、一瞬でしたね、これはもうバダハリびっくりしたんじゃないですか。あまりテイクバックがないというか、そのまま伸びてきたような左でした。ね、この右のキックが当たらなくてよかったというような、蹴りが来ると思って下向いてましたよね、あのレディ自身も、はい、今場内には判定が、第1ラウンドのジャッジが、発表されていますが、全員とも10対8、3人とも10対8のジャッジをつけています。セコンド、さあ、まずはバダハリダウンを奪われましたが、しかしこの男は準決勝もこの状況からひっくり返してきた。23歳の新チャンピオンか、32歳、4年ぶり3度目の開催か。第2ラウンドが始まります。レミーは慎重に慎重に、とにかく優勝を狙ってくると思うんですよね、そのレミーをなんとか崩さないとダメですね、バダは、はい、西山記者もう泣きそうな思いで見てるんじゃないかと思いますが、はい、どうですか、ダウン奪われましたけど、そうですね、でもまだあと2ラウンドあるんで、その2ラウンドの中で何があるか分かんないんで、そうですね、はい、おっと、前にプレッシャーをかけてきたバダハリ、ボディからさあ2位を上げる、ミドルキックを返す、しかしボディが来ましたね、一発来ましたよ、来ましたよ、バダハリチャンス、バダハリがいく、この中倒れてしまいました。K-1 ワールドグランプリ決勝の舞台です。角田信明が厳しく注意をします。タイムショー、ここでタイムが止められます。あっと、ちょっとボンヤスキーが
ただどうでしょうね、その後のパンチとかキックは当たってなかったようにも、ちょっと入ったから入りましたね。ちょっとモニアスキーが立ち上がれません。三宅さんね、ここまでね、はい、バラハリサイドは怖いぐらい静かだったんですよ、トレーナーも含めて、でちょっと今までと違うなーなんて見ていたら、そのなんかこう反動でこう弾けたような感じがしますね、今シーンはね。苛立ちとかいろんなものがこのバラハリサイドにはあったのかもしれません。ただこの後ここからです。ここからの攻撃はしてはいけませんが、どうでしょう。この蹴りがね、踏みつきがね、一発入ったかもしれないですね。さあ今この状況が場内にも流されました。いやこれはなんとかボンヤスキーには立ち上がってほしいですね。ちょっと残念ですね、こういう攻撃がね、せっかくいい試合してるんですから、こういう反則は良くないですね。ちょっと精神的な弱さが出ちゃったんですが、ね、バダハリの精神的な弱さですか、うん、そうですね。レミに攻撃が通じないんで、ちょっとここぞとばっかりね、やっちゃうね。そう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 。さあここで田倉信明レフリーが本部席とちょっと話をしていますが、インターバル取りますか。おそらくインターバルを取るんだと思いますが、ここでインターバル5分間を取られます。いやこれはしかし大変なことになってきました。バダハリの苛立ち、レミー・ボンヤスキーに己の攻撃が通じない、その苛立ちが思わず反則攻撃を生んでしまいました。角田信明レフリーが今バダハリに、これはイエローカードがいきなり出ました。普通は注意警告そしてイエローカードなんですが、このイエローカードが出たということは1ポイント減点されるということになります。ダウンを奪われたバダハリ、この第2ラウンドは減点1。さあ苦しくなったバダハリ、果たしてこの後試合はどう動いていくんでしょうか。そんなのファイターがみんなそうだと思うんですよ。今インターバルが間もなく終わりますけれども、その時点でもう一度ドクターチェックをして、角田レフリーは判断したいと今本部席に伝えています。はい、はい、精神的な弱さが出ちゃったっていう感じだと思うんですけど、はい、こういうことはやっちゃいけないですよね。そういうことですね。これはもう、これはもう失格ですよね。バダハリがまだちょっと興奮が収まらないですね。今自分のセコンドの方に行きましたか。何かセコンド陣も揉めてますね。いやバダハリ自身が、ね、かなり熱くなってるんで、セコンドが懸命に今眺めてるんです、ね、てるんですか、なるほどね。ちょっと谷川プロデューサーも今実況席を離れて、またそちらの方に向かいました。大混乱になっています。レミー・ボンヤスキーの回復を待つ時間は5分間与えられましたが、その5分間が間もなく解けます。あ、今発表があります。最後のチェックを入れました。今の症状なんですが、バダハリ選手が倒れた相手、倒れたレミー選手に攻撃を加える、なおかつレフェリーが間に入ってストップをかけたにもかかわらず攻撃を続けた、この攻撃、反則攻撃により頭を、頭部を強く打ちました。今ダブルビジョン、物が二重に見える状態が回復されません。決勝戦という素晴らしいこの舞台で非常にこのような結果になったことは残念ですが、 K1 のスポーツマンシップにのっとってバダハリ選手の取った行動は許されるものではありません。したがって悪質な反則攻撃によるディスクオリフィケーション失格、レッドカードが示されました。バダハリ失格。これはもうしょうがないことだと思いますよ。やっぱりこれは喧嘩じゃないし、はい、スポーツの場なんで、はい、ここでそういうことをやったバダハリが悪いです。そうですね、これはもう正しい判断だと思います。ルールにのっとった、それも K1 ワールドグランプリ、全てのファイターが目指すこの神聖なリングで一番やってはいけないことをやったバダハリ。